ラジオ DJ、 スタジアム DJ、 実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画はいよいよマンチェスターシティ登場、 UEFA 女子チャンピオンズリーグラウンド2展望。はい、というわけでラウンド1の方が終了しまして、9月9日にドローが行われましたということで、マンチェスターシティを含むラウンド2に参加するチームの対戦相手が決定ということになります。まあ、結果から言いますけども、フランクフルト、千葉レミナ選手のフランクフルトはですね、ラウンド1から参加しまして、チャンピオンズリーグ、まあ惜しくも敗退ということになりました。ラウンド1に関してはフランクフルトに関しては、準決勝決勝で勝ち上がっていかなければいけなかったんですけども、準決勝でスポルティングかなに負けてしまい、出場権を逃しているということになります。まあ、なので今シーズンのチャンピオンズリーグは、まあ、フランクフルト本戦には出られないということになってしまいました。まあ前の動画上げてます、チャンピオンズリーグの動画を上げているので、そちらの動画を確認していただいて、まあ細かいというか、まあ、今回大まかなこうレギュレーションみたいなところ、その辺をちょっと理解していただいて、またこの動画にね、進んでいただければなというふうに思いますけども、まあ、フランクフルトはもう、スポルティングですよね。はい、スポルティングに負けまして、準決勝で負けてしまいました。まあ、ラウンド1に関しては準決勝、決勝があるんですけども、ラウンド1は、まあ、フランクフルトは、惜しくも、まあ、この出場権には届かなかったと。まあ、ラウンド1から参加するチームはね、結構長い道のりになってきますから、1からずっとやってって2、ね、ラウンド2も勝ち上がっていかなければいけないし、しかもラウンド2からはやっぱ強いチームもね、上がってきたりもするので、まあ、そういったところでは、まあ、結構難しいというか長い道のりになるので、かなり厳しい戦いにはなってくるのかなという感じがね、はい、します。だからなかなか難しいんですよね、このチャンピオンズリーグ。まあ、男子もそうですけども、この本戦に出るっていうのがなかなか難しくて、はい、ラウンド1とか、まあ、それもしかも、まあ今出てますけども、この UEFA の係数ランキングに関わってくるので、まあ、これで、まあ、上の方にいないとまたダメかなっていうところもありますし、またそのリーグ戦でもね、勝ち上がらなければいけないというところなので、まあ、その辺はちょっとかなりね、厳しい戦いになる、もういつも厳しい戦いにはなってくるんですけども、まあ、その辺はね、はい、まあ、ちょっと惜しくもということにはなるかなというふうに思います。フランクフルトはね、準決勝でスポルティングに負けて、で3位決定戦みたいにやるんですけども、各このリーグバスのトーナメントで、まあ、ミンスクには勝ったということになりますが、出場権は逃しているということになります。さあ、これね、まあ、前回の動画でもやりましたけども、 UEFA 女子チャンピオンズリーグに関しては、この UEFA 係数ランキングによって、まあ、リーグとか、あと国のね、勝ち負けとかによって決まるんですけども、 UEFA が独自であれした係数ランキングっていうのがあるんですけども、まあ、それでポイント化して、順位分けされております。で、まあ、これが2023年のものが今回のチャンピオンズリーグに反映されるということになります。まあ、なのでフランス、ドイツ、スペイン、イングランド、イタリア、スウェーデンということになっております。まあ、出場権の詳しいことに関しては前の動画をね、確認していただければなと思いますけども、ピンクが3枠、はい、で黄色が2枠、そして水色が1枠ということになります。なので、まあ、1枠のこの水色のチームはチャンピオンズリーグしか、チャンピオンズチームしか出られないということになって、出場枠2のところは、まあ、いろいろあると思います。大体、まあ、リーグ戦1、2、まあ、この、ね、カップ戦は多分反映されたりのみで、どこの国もね。はい。で、まあ、1位から6位の国は3枠あるよということになります。で、前回優勝のチーム、バルセロナも、もう無条件で、この次の大会には出場できる。前回優勝チームは次の大会には、無条件で出場できるということになるので、スペインがこの3位に入っていて、でバルセロナももうすでに出場権を獲得しているんですけども、リーグで優勝かな、はい、なっているので、もう本当にシード本戦にはもうストレートインになるということになる。でもう一個、これ3チームがストレートインにならなきゃいけないところ、スペインのバルセロナが入っているので、イングランドのチェルシーがですね、まあ、3位扱いということになって、4チーム目の本戦出場もうすでに決定ということになっております。上位3チームプラス前回の優勝国チーム、優勝チームが、4チーム。この4チームがもうストレートインで本戦に出場できるというね、レギュレーションにはなっております。さあ、続いて UEFA 女子チャンピオンズリーグ日本人参加クラブですね。はい、こちらをご紹介していきたいと思います。おそらく全部あると思いますが、まずはチェルシー、先ほども言いましたけども、本戦出場もうすでに決定しております。そしてローマです。ここから出ますね、ラウンド2から。ローマ
マ、ハンマルビー、マンチェスターシティ、ヘッケンと。で、すでにフランクフルトはもう敗退が決定ということになっております。南選手、熊谷選手のローマ。そしてハンマルビーですね。天野鈴選手、宮川麻人選手。で、マンチェスターシティです。山下選手、長谷川選手、藤野選手、清水選手、全員ね、初のチャンピオンズリーグということで、ね、その辺ちょっと楽しみです。そしてヘッケンです。ヘッケンがね、このラウンド2リーグパスにいるということで、前回、昨シーズンスウェーデン1部2位ということになっております。はい。まあ、ちょっともう対戦チーム僕は分かってるんですけども、なかなかね、ちょっと面白いところもあったりとか、マンチェスターシティいけんじゃねえのかみたいなね、ところもあると思います。はい。というわけで、次のスライド行っていきましょう。はい。まずですね、レギュレーションに関してです。ラウンド2。これね、チャンピオンズパスとリーグパス分かれてます。まあ、詳しくは前の動画に見てほしいんですけども、ラウンド2、はい、チャンピオンズパス、リーグパス、チャンピオンズパス同士、リーグパス同士でしかやりません。ラウンド1からずっと。で、このチャンピオンズパスっていうのは、1位のチームです。昨シーズンが集まってやるというところになりますね。で、ラウンド1通過のチャンピオンズパスの11チーム、プラス今回のウェファ係数ランキング、5位から7位の昨シーズンリーグチャンピオン。なので、ローマ、ハンマルビ、スラビア、プラハ、この3チームが、まあ、もうすでにラウンド2に進出していると。で、プラスラウンド1の通過の11チームが、まあ、ドロー決まりましたけども、計14チームが2チームずつの7グループに分けて、まあ、いわゆる対マンですよね。で、ホームアンドアウェイ方式で対戦して、各グループの勝者が本戦へ行くということになります。で、となると、じゃあリーグパスっていうことになってきます。リーグパスに関しては、この6チーム、プラス4チームになります。はい。パリ・サンジェルマン、ボルスブルク、レアル・マドリード、マンチェスター・シティ、ユベントス、ヘッケン。まあ、強豪チームがね、めちゃくちゃ並んでますけども、この6チームプラス、ラウンド1通過の4チームです。4チームがアスナルとか含まれてます。この4チーム、計10チームが2チームずつ5グループに分かれて、ホームアンドアウェイ方式で対戦します。そして各グループの勝者が本戦出場、もうドローが9月9日で決まっております。で、ファーストレグ18、19のどれか、セカンドレグ25、26のどれかということになっております。まあ、対戦カードはね、もうすでに決まっておりますけども、まあ、次は、本戦の出場で、これはさらっとやっていきたいなと思います。先ほど言った4チームプラスさっきのリーグパス、そしてチャンピオンズパス各通過の、12チームが、まあ、この本戦16チームに出るということになります。16チームを8グループに分けて各組上位2チームが決勝トーナメントに進出ということになります。で、まあ、いきなりで、準決勝ベスト8になるということになりますね。決勝トーナメントいったらね、ドローが9月27日に行われる。まあ、これ楽しみですね。まあ、チャンピオンズパスとリーグパスのラウンド2が終わったらになります。で、第1節から第6節の日程をこんな感じになっております。さあ、というわけでラウンド1通過チーム、まずラウンド2にシードでいってるチームを抜いております。今回のラウンド1通過チームをご紹介させていただきます。チャンピオンズパス、ベンフィカ、ザンクトペルテン、セルティック、アンデルレヒト、トゥエンテ、ポムリエ、セルベット、ガラタサライ、オシエクボルスクラ、ポルタバ、ボレレンガ。これもうちょっと各皆さん、どこの国かっていうのはもう調べてください。セルベットスイスとか多分わかるかなと思いますけど、ガラタサライトルコとかね。まあちょっとわからない方はちょっと各自調べてほしいなと思います。そしてリーグパスです。はい。まあ順当に通過したなって感じがしますけども、フィオレンティーナ、パリ FC、アーセナル、スポルティングということになります。アーセナルがね、昨シーズン3位ということで、まあこのリーグパスここに入っているということになります。1回戦ラウンド1から進出で、またラウンド2に進出してきたということになります。そして、はい。終わりました。ドローがね、終わりまして、どうなったのかというと、この組み合わせになりました。ウェファチャンピオンズリーグ UWCL ラウンド2、勝てば、セカンドレグまでで勝てば、本戦出場ということで、チャンピオンズパス、リーグパス分けさせていただきました。チャンピオンズパス対戦、ザンクトベルデン、ポムリエ、そしてベンフィカとハンマルビー。はい。相手はベンフィカということになります。ハンマルビー。まあ、普通にいけると思うね。まあ、同じぐらいのレベルかな。で、まあ、スウェーデン、ハンマルビーのが一個上なのかなっていう感じが僕の中ではしますけども、まあ、どうなって、実際に僕、ちょっとベンフィカの試合を見てるわけではないので、そこまで詳しいわけではないですけども、まあ、感覚的に、まあ、ポルトガル自体もそんなに、強くはないと思うんで、まあ、大丈夫かな。まあ、そのホームアンドアウェイとかね、いろいろこうあるし、そういったところが、まあ、どうなってくるのかとか、まあ、チャンピオンズリーグ初めての選手とかもね、いると思いますし、日本人選手含めてね。だから、そういったところでどうなっていくのかっていうのはちょっとわからないですけども、まあ、チャンピオンズリーグのね、雰囲気とかにね、飲まれてしまうっていう可能性ありますけどね。はい。ラウンド1、ベンフィカに関しては1回戦、準決勝に関しては3対1で勝利。そして SFK に決勝で4対0で勝っていると。まあ、2試合で7点、1試合、1失点っていう形になってますね。まあ、
このラウンド1に関しては圧倒なんでしょうねって感じですね。そしてオシェイクとトゥエンテ、そしてガラタサライ対スラビアプラハになります。紫の色に関しては、シードのチームですね。そしてエースローマ対セルベットです。ローマがセルベットとやるということになりました。エースローマ、これはもう行くでしょう、大丈夫だと思います。そんな心配しなくていいんじゃないかな。まあもちろん相手のホームに行った時とか、まあいろいろ心配事はあるっちゃありますけども、順当に行けばローマは行けるんじゃないかなって僕の中では思ってます。はい、セルベットそんなにでしょ多分、大丈夫なんじゃないかなっていう感じは僕の中ではしますけど、まあどうなんでしょう、まあ詳しい方いたらねコメント欄にいただければなというふうに思いますけども、まあでもそんな心配ないかな。まあ、ポーランドのチーム 1-0、 パオクに 2-0 ということで、まあ、無失点で勝ち上がってきたということになります。アンデレヒト・ボレレンガ、ポルターバ・セルティックです。そしてリーグパスになります。ここです。レアル・マドリード・スポルティング、ユベントス・ PSG、 いやー来ましたね、シード同士が当たったということで、ここもちょっと楽しみですね。 PSG とユベントス強いからね、アリシャ・リーマンどうなるのかとかね。パリ FC とマンチェスター・シティです。マンチェスター・シティがパリ FC と対戦することになります。まあ、パリ・サンジェルマンよりはってことを考えて、そんなにかなって思いますね。 PSG と当たらなくてよかったなという感じが僕の中ではします。だからそんなに、パリ FC 強いけど、まあ1回戦ね 9-0、2-0 で勝ち上がってるけど、まあ、そんな心配することはないかなという感じがしますね。でフィロンティーナ、ボルセブルク、ヘッケン、アーセナルです。ヘッケンがアーセナルですよ。まあ見たいけど、楽しみだけども、どうなるのか、勝ち上がってほしいなっていうところですね。北川光選手どうなるんでしょうか、楽しみです。というわけでチャンピオンズリーグね、ラウンド2決まったということで以上になります。いかがだったでしょうか。チャンピオンズリーグもやれれば同時視聴できますので、よろしくお願いします。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。